はい、どうも、コミです。さて、本日は TH コンプリーターさんからお届けしていきたいというふうに思います。新環境、スーパーボーラー、今日は見ていきましょう。で、いやーとですね、スーパーボーラー結構賛否が分かれてんじゃないかな。どうですかね。皆さんも使ったんじゃないかと思うんですけど、強いですか？スーパーボーラー。強いですかって言っちゃうと、なんか今日の動画のなんかね、僕のテンションがちょっと見え隠れする感じになっちゃうけど、あのね、個人的には最強クラスじゃねえなっていう気がしてるんですね。結論から言うと、上手い人だったらペッカスパビズ使った方がおそらくいいんじゃないかな。その特にレジェンドとかですよね。相手の防衛軍とかが分かってたりとかして、割かしなんだ、通常の野良戦とかみたいな2回攻めれるようなタイミングの、まあ、その追い打ちで使う時にはスーパーボーラーの方がいい場面って結構あると思うんですけど、初見で攻めなきゃいけない時には、まあ、ペッカスパビズの方がいいのかなっていうところですね。で、なんでそう思うのかっていうのをちょっとね、今日はいろいろ話をしていきたいというふうに思います。で、まあ、こんな感じですよね。最近のまあボーラーの編成ってボーラー4体だったり5体とかを使ってグランドオーデンのおでひですね、グランドオーデンにヒーラーつけてこんな感じである程度削りを入れていきますと。この辺ですね、これ投石まで見てんのかなと思ったらそこまでいかなかったですね。多分ロイヤルチャンピオンと当たっちゃうから投石は見なかったのかな。で、ボーラーをここからガーッとねタウンホール方面に入れていきます。で、ね、外周部分に関してはキングを出してこうねキングでカットしていくと、まあ、いう感じなんですけど、まあ、ボーラーのね動きに注目しながら、まあ、当然この動画見ていきたいと思うんですが、動きとともに今日ぜひ見てほしいのは被弾状況ですね。ボーラーの体力と被弾の状況をちょっとよく見ていきたいなというふうに思います。そこがね肝かなって感じですね。で、ウッドランチャーを使って壁上げていきます。これですね、タウンホール方面に、向かわせていくわけなんですけども、ボーラーですね、はい、こんな感じなのよ。わかるかな今の、これボーラーの体力わかります？今これ一瞬黄色から赤にね差し掛かったんですよ。これがボーラーを使う利点ですよね。はい、で、まあ、もったいぶらずにはっきり言うと、ボーラーを使う利点って、個人的には、範囲ダメージで一網打尽にされないことかなって思います。で、特にね、この投石機っていうのは、まあ、まだね、良かったりするんですよ。前衛としてアイスゴーレムを持っていっ、あ、違うわ、ペッカスパビスと比べた場合の話をすると、ペッカが、投石のダメージをね、こう、タゲ取ってくれている場合っていうのは、ヒーラーが当然ついてるので、なかなか後ろにいるスパビズってやられないんですよね。なんですけど、マルチインフェルノ、ギガインフェルノっていうのは、ペッカーが例えば2体タゲと取っていても、残りの、まあ、なんだ、マルチのインフェルノだったら残り4つかな。合計6タゲ取っちゃうんで、その残りの4つが、スーパーウィザードを一瞬で焼くんですよね。まあ、グランドオーデンがついてるとはいえ、さっき見てもらったボーラーの体力ぐらいになったら、当然もうあの時にはもうスパビズやられてるんですよ。なんで、マルチインフェルノの処理っていうのをきっちりそのフリーズ使ったりとかしながら、していかないと、で、レイジでもう一瞬で潰すとかいうことしていかないと、後衛のスーパーウィザードが序盤で全部やられちゃって、結局ペッカークイーンみたいな感じになっちゃうんですよね。その編成が成立しなくなっちゃうんですけど、そうならないのがこのスーパーボーラーですよね。そこの耐久力っていうのがこいつを使うメリットであって、でかつ呪文とかでケアをし続ける必要が、まあ、それほどないっていう点において使いやすい。だから初心者中級者向けのユニットとしてはペッカスパビスの介護官としていいのかなって個人的には思います。なんで回になっちゃうかっていうと、何せ、援軍処理とかしにくいんですよね。援軍によく言われますけど、ラバーハンドなんか来た場合最悪で、アーチャークイーンが捕まっちゃうじゃないですか。で、ボーラーと分断されちゃったりするんですよね。で、ヒーラーがアーチャークイーンなんかについた日にはもう、まあ、悲惨な目になっちゃうので。
まあ、ではなくてちゃんと、相手の援軍っていうのがアチャクイの足止めをしないような、まあ、例えば、まあ、最悪別にあれですよ、アイスゴーレムでもいいと思うんですね。ラバハウンドよりはアイスゴーレムのが多分いいかな。耐久力がそこそこスーパーボーラーあるんで、っていう風な防援軍だった場合はいいんですけど、ってとこですよね。はい、でまあマルチインフェルノが多い村に対してはやっぱり、スーパーボーラーを使っていった方が、呪文とかでこうマルチを止めていくみたいなね、ことをしなくても、まあ、多少大丈夫な分、アドバンテージがあるかなって感じですね。ブライアンさんが結構ねこの攻めやってたのでいろいろ見ていきましょう。で今回の村っていうのもマルチエンドマルチですよね。で1本目のマルチっていうのは、グランドオーデンオディヒエパートで壊していきますと。でプランニングここですねまで潰していって、で、こういう風に出ていく感じですね。はい、で横打ちも一瞬ねこのエインフェルノからされるんですけども、ここに関してはキングを流し込んでいって横打ちをしてくるマルチインフェルノを潰していくという形ですね。で相手の防衛軍何だったかな、ちょっと忘れちゃったな。まあ見ながら、あのリープ流しながら見ながら行きましょうか。はい、というところですね。で何せやっぱりねそこのポイントで、あのスーパーボーラーを使った方が中華式慣れてない方ですね、ペッカスパビスに慣れてない方は圧倒的にあの楽ができると思います。はい、ただ慣れてる方にしてみると、まあ、汎用性の部分でペッカスパビスに軍配がやっぱり上がっちゃうのかなっていう気がするかな、個人的には。この形なんかマジそうですよね。このアイスゴーレムはまあペッカスパビスでも入れるか、だからスーパーボーラーの部分がスパビスとペッカになるのかスーパーボーラーだけなのかって感じですね。これラバハウンドが出てきちゃいましたね。これでラバハウンドに当然ながらアーチャークイーンこれ捕まっていきます。こんな感じですね。でスーパーボーラーほらどんどん前進するでしょ。でアーチャークイーンが後ろからついていかないもんだから、やっぱねその破壊がね、なんていうのかな、まあ、進むは進むんだけど、こういう横打ちがずっと止まんないわけですよ。これボーラーにほらガンガンこうさ、投石が向いてるじゃないですか。でまあトーム使ってるから良かったものって感じですよね。まだ投石が残ってるって感じ。これやっとこれで投石潰したけど、まだアーチャークイーンパピー殴ってんすよ。こんな感じでアーチャークイーンの仕事が完全にこれ止まっちゃうんですけど、これペッカスパビスだったら、あのスパビスが一気にパピーごと、防衛軍粉砕してくれますんで、一瞬で突破できるんですよね、レジかかってれば。本当に、まあ、というところの違いかな。はい、今回のブライアンさんのアタック、かなりトームのタイミングがもう絶妙で、真ん中に入って溜めて溜めてここでバシーンってトーム打ったんで、うまかったっすよね。これでばらける瞬間寸前のスーパーボーラーが無敵状態になったままばらけてレイシボーンって行ってくれたんで、一気に周辺部分蹂躙できましたけども、っていう感じですね。はい、まあ、結局アーチャークイーンの仕事何だったんだろうなっていう感じがしちゃいますね、こうやって見ると。なのでそういうなんていうのかな、相手の村に合わせた汎用性っていうのは、まあ、ペッカスパビスで、ボーラーの場合にはやっぱそこは、ないんですけども、まあ、今のウライナさんの攻め方はすごくうまかったですけど、まあ、あれ多分あまり慣れてない方がすると本当そのまま全滅しちゃうのでですね、なんだ、相手の防衛援軍だったり配置っていうのがペッカスパビスだったり、まあ、スーパーボーラーのこの形に向かないような村、だった場合には突破が少し厳しくなってきちゃうというところかなというふうに思いますね。で、ですね、もう2本見ていきたいんですけども、ちょっとね、思考を変えたものも、交えながら、あと2本、関西クラクラクラブの方から、動画をお届けしていきたいと思います。ちょっとね、飛んでいきます。はい、着陸です。こちら秋風さんのアタック見ていきましょう。最近秋さんがすげえんだよな、なんか絶好調、ギガホグボーラーなんか向かうとこ敵なしみたいな感じでゴリゴリなんかね全開ばっか取ってちょっとジェラシー感してるんですよね。はい、まあ心強いですよね、リーグで始まるところなんでちょうど。で、今回の秋さんのプランっていうのは、こんな感じでガーッとね、クイーンでタンホール周りをカットしていきながらの、こっからガッタンってこうね、ボーラーを殴り込んでいくっていうね、かなりこのプランも尖ってな、このディガホグをやるのに培っている空飛コントロールがあればこその技だろうな、これ多分。っていう感じがしますね。はい。こんな感じで、
アーチャークイーンのルートっていうのも中に中にこう誘導できるような形を作っていって、キング投下兵舎でこれですね、サイドをカットさせておきながら、ボーラー部隊っていうのをゴーンとこうね中心部に流し込んでいくわけなんですが、ですね、やっぱここもなんだよな。相手のマルチインフェルノがここにあるでしょ。で、この辺に対するダメージっていうのも、まあ、このマルチもそうだけど、ボーラーが食らってもね、そうそうやられないんですよね、ほら。こんな感じで。まあ、ヒーラーがスイッチしてってのはあるけど、まあ、これ、ペッカスパビスとかだとやっぱね、スパビスに対して少しケアしてあげなきゃいけないんだけど、全然問題なしですよね。はい、耐久力がゴリゴリあるので、この奥側の、このクロスも潰すんだ。すげえな。で、さらにこんな形で、あともう密集したボーラーに、ヒーラーがついちゃったらもうこっちのもんですね。レイジを切らさないようにガン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 、かけていきながらって言って、今一瞬切れたけど、みたいなね。すいません。切らさずにかけていきながら、壁ごと殴り開けたっていくって感じですね。はい、こんな感じ。で、バウンドダメージ、やっぱりこうタウンホールも壊したりしちゃうんで、今やっぱ3回目のバウンドでタウンホールにダメージ入ってましたよね。まあ、ここの部分のインフェルノかな、これ。もうそうだったんだけど、ダメージ食らわずに奥側が壊しちゃうっていうのはでかいですよね。あえて壁を殴らせるっていうのも、スーパーボーラー使う上ではありかもしれないですね。壁の奥側の防衛に、なんていうのかな、届かないところからボール投げることができちゃうんで。まあそういった意味では、下手に壁を開けない、まあ中央に入ったスーパーボーラーたちには、場合によっては壁を開けないっていう選択肢も、あんのかもしれないですね。まあ、そもそも攻撃力高いので、レイジかければ。壁自分で殴り開けられるし、殴り開けながら奥側にダメージが入るので、今みたいなパターンだったら、ここですね。で、ボーラーに暴れさせておきながら、ロイヤルチャンピオンとかで、外側をね、こう、ダメージがちょっと入って削られた防衛をロイちゃんで回収していくみたいな、まあ、拾っていくみたいな形を作っていくのもありなのかもしれない。ちょっとこの辺はまたあれかな、少し、研究していく必要があると思いますけども、今の、壁殴りながらの、奥側の防衛殴るっていうムーブは、まあ、ちょっとこの辺のね、ポテンシャルを感じてる部分があったのかななんて気がしますね。まあ、狙ってすんなら無理か。そうは言っても。まあ、普通はこうジャンプ積むかなんかするかな。はい。で、ですね、ラスト一発いってみましょう。ブルーオーシャンさん、これはラピスラズリーさんですね。ちょっと遊びに来てくれております。で、ですね、これ、イエティスパウィズなんですね。で、イエティ7体いるんですけど、相手のインフェルノマルチマルチですよね。マルチマルチマルチなんですよ。で、こういう風に今、レベルが上がったイエティを使っていくっていうパターン。まあ、ペッカーに比べて数詰めるんで、マルチインフェルノのダメージから、ボーラーでね、スパビス守ってくれるんですね。なんで、こっからここで入っていくんですけど、この部分から。こう、ウォールブレーカー入れて、このキングがいるところのマルチインフェルノをまず狙っていくわけなんですが、このあたりに対しては、イエティの竹取り効果っていうのがすごくね、発揮されて、スパビスがなかなか、やられません。っていうね、そういうような形を作っていくっていうのは、スーパーボーラーを使わない場合にはありかな、なんていうふうにちょっと思ったりしたところですね。これも見事にレイジーを使って、投石壊してきましたね。この投石にちゃんとグランドボーデン誘導できるのうまいなって思いました。はい。で、ただこれやっぱね、スパビスにほら、入ってる人、今一体スパビスがやられたの分かります？こうなるんですよ。イエティがこれだけいても、やっぱ1、2個分の、スパビズ、あと、なんだ、インフェルノの、ダメージ、影とかが残っちゃったりするんで、で、今、爆弾食らって今、これ、ほら、ウィザーとかもう虫の息になってるでしょ。こんな風になっちゃうんですよね。これをちゃんと守っていきながら、中盤から終盤に差し掛かるところまでやっていくってのが難しくて、ただ、スパビズ、ほら、これ一瞬でラバーハウンド処理するでしょ、こんな風に。ほら、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 ほら。これが早いのよね。この処理ができるのが、なんつってもスパビスの強みで、今、アキさんかなり、序盤はイエティで、中盤かなからは、キングのフィストムなんかも使って、ダメージ分散させていて、スパビス守っていきましたけども、で、これで終盤タウンホールまでこう持っていけるような形が作れるのであれば、やっぱり、スパビスを使った方が、今みたいな防衛軍でもきっちり倒しきることができるという点において強いですよね。はい、いやこれ、アキさんって言ってたか、今。ラピさんね、ラピさん。はい、いや、これ、うめえな、マジで。相当、なんだ、スーパーウィザードの体力管理っていうか、生存がかなりうまくいってると思う。これで、まだ生きてますかね、スパウィズがここで。普通、
うね、最後ね、タウンホールが終盤に来た場合って壊すところらへんで、スパイズやられちゃうんですよね。もう全滅するパターンっていうのが結構多いんだけど、そうなってない点において、んー、ブルーオーシャンさん、んー、ラピさんの今のやっぱり、スパイズを守る、まあ、いろんなテクニックですよねっていうところが光ったかなっていう気がします。はい、意外とね、これね、いや、その呪文いっぱい使ってないし簡単そうじゃんって思うかもしれないけど、まあ、イエティが多めっていう、まあ、その編成によるスパビズの、スパビズの温存っていうのかなに加えて、能力を使うタイミングとかですね、まあ、そういったところでかなり、スパビズがやられないようにケアをしている、部分があったので、まあ、そういうところの、技術を持っている方にとっては、まあ、繰り返しですけども、あのペッカスパビズっていうのは、あのスーパーボーラーの、まあ、その汎用性っていう面において上位互換になってくるのかなっていうのがね、今日の動画の結論でございました。まあ、使い方はそんな変わんないので、まあ、どちらかが使えれば、あの両方使えると思ってもらって、多分、まあ、大体ですよ、大体はいいと思うんですけど、はい、まあ、とはいえね、新しいユニットスーパーボーラー使ってみたいっていう方も多いと思いますので、今言ってるようなところに気をつけながら使ってみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。ご参考になれば幸いです。あ、最後に1個だけ。回路系のもう中央にゴリゴリ、防衛が密集しているような場合、ああいう村に対しては多分スーパーボーラー最強ですね。はい、そこだけちょっと、付け加えておきたいというふうに思います。はい、というところでですね、本日は合計4本、スーパーボーラーに関わる、動画、リプレイ見ていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、こんな形でですね、私のチャンネル、クラン対戦の解説系の動画中心に扱っております。で、まあ、今回タンホール14のスーパーボーラーにスポットを当てた動画になっておりますけども、またこれからもですね、タンホール12、13の新しい環境スーパーボーラーの使い方等々に関してもこう触れていきたいというふうに思っておりますので、今回の動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、またですね、これからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。というところで、本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴、本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。